ドゥリープシングは、北インドのパンジャーブ地方、宿王国の最後の君主。ダリープシングとも呼ばれ、パースシアの黒大使の異名でも知られる。その人生は、王として在位したよりもそうでなかった時期の方が長かった。祝戦争終了後は、イギリスの保護を受けて、祝教からキリスト教に改修したり、時にはキリスト教から祝教に再改修して、 イギリスに反抗したりと非常に数奇な人生を送った人物である。また、世界最大のダイヤモンドと呼ばれたコーヒーヌールのインド側における最後の所有者でもあった。王座に座るドリープシング1838年9月6日、宿王国の君主ランジートシングの末の息子として生まれた。母はジンドカウルである。1843年9月15日。 兄で王国の君主シェール・シングは、最小と共にそのいとこによって暗殺された。新たに最小となった、ドゥリープ・シングの母方のおじジャワーハル・シングは直ちにこの、反乱を鎮ちした。しかし、ランジート・シングの死後に続く一連の内乱で軍隊のカールサーが台頭し、9月21日にジャワーハル・シングを殺害し、シェール・シングの弟ドゥリープ・シングを王座につけた。この ドリープシングはまだ5歳の幼児であり、その全権はカールサーに握られて、彼ら軍の独裁が続くこととなる。ドリープシングと、低身なホール城から出るドリープシングカールサーは、愛国的で勇敢であったが、全く統制の取れていない軍隊であった。その結果、1809年にランジートシングと、不可侵条約アムリトサル条約を結んだイギリスは、 それが忠実に守られていたにもかかわらず、宿王国の広大な領土に目を向けるようになった。1845年12月、宿王国の軍隊は、イギリスの挑発的な行動に乗せられ、イギリスとの戦争に突入した。ところが、最小のラールシングと、軍総司令官の定時シングは密かに、イギリスに通じていた。1846年3月8日、 宿王国はイギリスに敗北を認め、ラホール条約を結んで講和した。これにより、首都ラホールにはイギリス人の駐在官が置かれ、王国は多くの領土の割譲を余儀なくされ、軍隊も縮小を余儀なくされた。同年12月16日には別の条約の締結を余儀なくされ、イギリスの駐在官は王国においてあらゆる権限を行使できるようになり、 自らの判断で王国の各地に駐屯地を置くことが認められた。しかし、1848年5月、これらの植民地支配による各種の改革に不満だった、人々が反乱を起こし、第二次祝戦争が勃発したが、弱体化した祝王国はもはやイギリスの敵ではなかった。こうして、1849年3月26日に、祝王国はイギリスに降伏し、 29日にイギリスは、その領土を併合して、インドの植民地を完成した。同年12月21日、ドゥリープシングは5万ポンドの年金をあてがわれ、パンジャーブのラホールから、アワドのファテーガルに移動させられた。またこの時、インド総督、ダルフ・ジーによって、彼とその一族の土地は取り上げられ、チチランジート・シングが手に入れた、コーヒヌールのダイヤモンドもに同様に取り上げられた。 ドリープシングその後、ドリープシングは家族やイギリス側の人物以外とは極力面会を避けられ、イギリス思想に基づく教育を受けさせられた。その結果、1853年に彼は宿教の信仰をしてキリスト教へと改収してしまった。同年、ドリープシングはイギリスに定住する許可を受け、インドを離れてイギリスへと赴き、そこで、 イギリス女王ビクトリアとも面会した。この時、ビクトリアはターバンを巻いた彼の姿に大変興味を示し、親愛の情を持って接したという。1855年以降、ドリープシングはスコットランドに定住し、この頃からパースシアの黒大使と人々の間で呼ばれるようになった。1863年、イングランドにいた母ジンドカウルが死亡すると、 ドリープシングはイングランドに定住するようになった。ドリープシングはイギリスに定住している間、何人かの女性と結婚し、9人の子供を設けた。子供たちには全員ヨーロッパ風の名前が付けられている。晩年のドリープシングドリープシングは、その晩年、キリスト教から宿教への改修を強く望むようになったが、1886年にイギリス当局はこれを拒否した。そのため、 同年にドゥリープシングは家を売却し、イギリスからパンジャーブへと帰還しようとした。とはいえ、彼はイギリス領であったインドへは戻らず、ひとまずフランスへと逃げ、そこで自身の大いの正当性をフランス当局に訴えた。1888年、ドゥリープシングは宿教に改修したものの、イギリスの妨害により、フランスでの活動はうまくいかず、ロシアへと赴いた。 彼は、ロシア皇帝アレクサンドル三世に、インド侵攻を要請しようと計画したが、間もなく極貧の状態に陥り、後に、ビクトリア女王の恩赦を受けた。1893年10月22日、ドゥリープシングは、フランスの首都パリで死亡した。55歳だった。彼は生前、自身の遺体はインドに埋葬されることを望んでいたが、これもまた、イギリスに拒否され、 結局遺体はイギリスのエルブデンにあるキリスト教会に埋葬された。他5名の兄他2名の娘。ありがとうございます。